どうも、うるまです。はい、本日の動画ですね、重大発表動画となっております。いやね、本当にこのお知らせを皆さんにお届けできることが本当心からですね、嬉しく思っておりまして、何よりですね、このビッグプロジェクトが決まったのも日頃からですね、自分のことを応援してくれる皆さんのおかげでございまして、何よりですね、いつも応援してくださる皆さんにお礼をね、お伝えできればなと思うんですけれども、本当にいつもありがとうございます。いや、私自身もですね、もう SNS、もう YouTube 活動を始めてもう7年目とかなんですよ。もうしれっとね、もうベテランに入ってきておりまして、もう日に日にね、新しい発信者の方も増えてますし、なんならね、なんか同じタイミングで始めた方々も、まあ、続けてる人もいれば、もう辞めちゃってる人もいたりとかして、本当にですね、目まぐるしく変わる業界ではあるんですけど、その中でですね、本当こんな変わった、まあ、チャンネルと言いますか、癖のある自分もですね、もう長く見ていただいてる皆さんには感謝しか本当にないですよね。いや、本当ですね、これからも引き続きよろしくお願いいたしますというところなんですが、もう早速ですね、今回のビッグプロジェクト、どういったものかっていうところからお話ししていこうと思います。その内容で言うのがですね、私うるまとあるブランドさんとのコラボレーション第2弾が決まりまして、今回ですね、2020年秋冬に全国の店舗に自分のコラボレーションアイテムが並ぶというビッグプロジェクトでございます。このね、話を聞いてピンとくる方もいらっしゃると思うんですけれども、思い返すこと、今年の春ですね、2020年春コレクションにこちら、はい、以前もですね、告知動画の方を出させてもらったんですが、あるセレクトショップさんとのコラボレーションプロジェクトでございます。では早速ですね、今回のビッグプロジェクトの概要からお話ししていこうと思います。はい、というわけですね、今回のビッグプロジェクトですね、私うるまとコラボレーションするセレクトショップさんのですね、ご説明の方をしていこうと思うんですが、今回私とコラボレーションしてくださるお店がこちら、はい、ベイフローさんでございます。はい、今年の春にもですね、私のコラボレーションラインを発表したわけなんですが、いや本当にね、この第一弾の販売の時も本当に大きな反響いただきまして、販売初日からですね、店頭もオンラインも、もう多くの方がですね、ご購入いただいて、自分のことを知ってる方だけではなくて、もう自分のこと知らなくてもですね、これベイフローの普段のお客様だったりとか、もうフラットお店に入った方だったりとか、そういった方にもですね、大変多く手に取っていただきまして、もう自分自身もやっぱ感慨深かったんですよ。まあ何よりですね、自分がやってるブランドのオープニング価格もですね、オンライン販売で、まあ、全国のお客様にアイテムをお届けしてるわけなんですけど、まあ、全国の店舗に実物が並ぶっていう経験ってなかなかできないじゃないですか。周りを見てみると、メンズの、ね、ファッション系のインフルエンサーさんで、まあ、いろんな、ね、ブランドさんとのコラボレーションとか、そういったものはですね、チラチラ見ることがあるんですけど、全国に並ぶ規模でのコラボレーションってなかなかないじゃないですか。しかもね、そのコラボ相手がベイフローさんっていうですね、日本の中でも人気のセレクトショップさんで、もう全国に多くの店舗を持ってるわけですよ。そんなね、ビッグネームのベイフローさんが、結構ね、このファッション YouTube からの中で割と癖のある私をコラボレーション相手に選んでいただいて、本当攻めてますよね、ベイフローさん。もうそういったところもですね、リスペクトを送りたいわけなんですけれども、まず今回ね、コラボレーションするベイフローさんですね、まあ、前回の動画だったりとか、もうすでに知ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、どんな店さんかっていうのをご紹介していこうと思います。はい、ではですね、早速ベイフローさんのご説明なんですけれども、このベイフローさんっていうのはですね、日本発祥のセレクトショップさんでございます。基本的にはですね、カジュアルスタイルを中心に提案しているお店さんで、このメンズレディース等でですね、多くの顧客さんを抱える人気セレクトショップさんでございます。本当にその時その時のトレンドをうまくキャッチして、このアウトドアファッションだったりとか、サーフファッションとか、アメリカ人スタイルとか、最近だとやっぱデニムが強いですよね。そういったトレンドを抑えたライフスタイルに沿ったですね、高感度なカジュアルスタイルを提案しているショップさんでございまして、そんなにベイフローさんと私ウルマのですね、コラボレーションラインが2024年春夏コレクションに続くですね、今回2024年秋冬コレクションとして第2弾発表するわけなんですけども、そんなにやっぱベイフローさんとものづくりをする中で、やっぱりですね、ライフスタイルに沿ったファッションスタイルっていうね、そういったアイテムを提案したい中で、プラスですね、やっぱり自分が関わることで、まあ、新しいエッセンスをですね、やっぱ落とし込みたかったんですよ。っていうところもあって、やっぱ意識的にベイフローさんと一緒にものづくりする中で考えているのは、ライフスタイルファッションに寄り添いながらも、まあ、トレンドのテックファッションだったりとか、あと自分のね、ファッションのルーツにあるワークとかミリタリーですね、そういった要素も落とし込みつつ、まあ、機能性、まあ、着心地の良さ、そういったものを提案するような、普段ベイフローさんに並んでいるアイテムよりも、さらにですね、ワンカク上の、高感度のですね、都会的なですね、機能性ファッションを提案しているのが、私とベイフローさんのコラボレーションラインのコンセプトでございます。やっぱね、普段自分のやってるブランドのオープニングアクトで出てるような、同じアイテムをリリースしてもコラボレーション意味がないので、まあ、ベイフローさんと自分がコラボレーションするからこそのリリースできるアイテムを中心にですね、今回も企画させていただいておりまして、今回もですね、アイテムラインナップ、幅広くご用意させていただいておりまして、初のですね、このアイテムのこの時リリースことになりまして、計ですね、今回5アイテムのリリースの方をさせていただこうと思います。今回のラインナップ5アイテムのね、内訳なんですけども、まずセットアップアイテムが一つございます。トップスとパンツですね。
セットアップが着れるアイテムがありまして、あとはですねトップスのニットですね。あとは単品で履けるパンツ、このパンツがめちゃめちゃ仕上がり良くてですね、もう今からめちゃめちゃ気に入ってるわけでございます。続いて初の小物アイテムですね。こちらの計5アイテムの方でこの度構成してありますので、早速ですねもう結構充実なラインナップになっておりますので、アイテムの方を出していきながらご紹介していこうと思います。はい、というわけで今回完成したベイフローさんのコラボアイテム、じゃん。はい、こちらにラックにかけさせてもらったんですけども、本当にですね第2弾のコラボが決まってからもうアイテムを企画してですねもうサンプル上げたりとかして、本当ね自分自身もこだわりが強いから、ベイフローさんにはもうたくさんのわがままとですねいろんな要望を出させていただいて、もう多分ねいろんなインフルエンサーさんの中でも、まあ、自分はですねかなりこだわりが強い方なので、もう多分一筋縄ではいかないね相手だったと思うんですよ。もうその中でもベイフローさんのね商品企画チームの方々にはですねもう本当丁寧にご対応いただきまして、もう自分のね満足するアイテムがしっかりこの度完成できたので、本当ね嬉しく思ってるんですよね。本当ねこれが皆さんの近くにあるベイフローさんのね実物並ぶことも嬉しいですし、全国にやっぱ並ぶっていうのがねやっぱ感慨深いですよね。っていうね感じで商品をねご紹介する前から、まあ、こんだけねテンションが上がってるわけなんですけども、まあ、早速ですねアイテムのご紹介の方に移っていこうと思います。でですね今回の動画に関してはこのベイフローと私ウルマのですねこのコラボレーションアイテムたちのどんなアイテムかっていうところのご紹介と、まあ、アイテムの詳細だったりとか、あとはどんな風に着るのがおすすめだよっていうところをまずはご紹介させていただこうと思います。でそのご説明が終わった後に今回の動画ではですね別のお知らせもございまして、今回ですね私ベイフローさんの来店イベントが決まっておりまして、はい、イベントやります。でそのねイベントの告知だったりとか、そのイベントの参加方法だったりとか、そういったところも告知させていただくのと、あとはですね気になる販売開始日だったりとか、そういったところもですね今回にいろいろご説明するところがございますので、順を追ってお話ししていこうと思います。はい、というわけで今回販売するベイフローさんとウルマのですねコラボレーションアイテムたちなんですが、ほんとね軽くご紹介しておこうかな。こんな感じの、はい、もう今から着れるこのねめちゃめちゃこれね高機能な、しかも 2way 仕様で着れる、ベストでもジャケットでも着れるんですよ。こちらブルゾンアイテム、はい、あるんですよ。いや前回はねやっぱジップアップジャケットがめちゃめちゃ人気だったんですけど、それのパワーアップバージョン今度完成したのと、はい、同素材で着れるこちらパンツですね。これね機能を説明しながらのお話しした方がかなり魅力伝わると思うので、後ほどですね、まあ、余すことなくお伝えしていこうと思います。まあねこの色もいいんですよね、ブラウン。最近やっぱブラウンいいよね。まあ、先日販売開始になったさユニクロ C とかでもブラウンカラーってめちゃめちゃ人気だったから、まあ、セットアップでね着たい方がすごい多いんじゃないかなと思います。しかも上下で着れるように、まあ、色味も調整して選ばせてもらってるんですけど、何より生地がめちゃめちゃいいんで、しかも超高機能っていう、これやべえ、もう話したい。で今回ボトムも作っております。このボトムもですねもう機能性もデザイン面も申し分ないものになってるんで、うちでもねいろんなカーコパンツリリースしてきたんですけど、初のデザインですね。はい、しかもベイフローさんのインナーには絶対ないぐらいのですね結構攻めたデザインになってるので、これ今回のコレクションの中でも一押しのアイテムですね。で続いて今自分が着てるねこちらニットもそうなんですけど、こちらニットも今回初めて作りました。このねニットもですね本当にいろんなこだわりがありまして、本当ねスウェットのように着れるニットっていうのを今回ね目指して作っていて、やっぱ着心地の良さだったりとかそういったところもですねしっかり体現したかったし、この道でめちゃめちゃいいです。しかもオープニングアクトでもねやったことないニットが、しかもねめちゃめちゃいいコスパで今回リリースできますので、だからねもう全型おすすめっすねこれで。先ほど言ったようにじゃん、このラビ、はい、小物もあるんですね。まあ、このアイテムをですね、後ほど細かくご紹介していこうと思いますので、早速一つ目のアイテムからですね、まあ、今回のコレクションの目玉アイテムになっている、もうセットアップアイテムからですね、ご紹介していこうと思います。はい、ではまずですね、早速一つ目と二つ目のアイテムですね、セットアップでご試着いただけるアイテムの方をご紹介していこうと思うんですけども、まずはですね、アイテム名からお伝えしていこうと思います。まずこちら、はい、まあ、今回のコレクションの中でも一押しのアイテムになっておりまして、しかも秋の立ち上がりから冬もですねしっかり着ることのできるアイテムをこの度作らせていただいております。まあ、これがですね本当に機能性豊かに作らせていただいていて、このオープニングアクトでね作ろうと思ったらもっと値段高くなっちゃうんですけど、まあ、ベイフローさんの生産背景があってこそ実現したアイテムですね。まずこちらのアイテム名なんですけれども、 2way ハイゲージナイロン機能型ジップジャケットでございます。本当にこのアイテムのね特徴っていうのが、本当繊細で綺麗に見えるね、このナイロン生地に対して本当ね高機能の中綿を使っているアイテムでございます。本当ね着心地もめちゃめちゃ軽量でありながら、もう機能で言うとですね本当にハイスペックなアイテムになっておりますので、もうそちらの方はですね順応でですねお話ししていこうと思います。そんなねトップスとセットアップで着れるアイテムなんですが、こちら、はい、こちらボトムのアイテム名がですねハイゲージナイロン機能型ジョガーパンツでございます。もう先ほどのねこちらのジップジャケット、はい、こちらとセットアップで着ることのできるアイテムになっております。やっぱ
ね、まあ、セットアップがないと始まらないだろうというところもありまして、まあ、かつですね、ベイフローさんのね、インラインの中でも、セットアップアイテムもいくつかね、リリースはされてるんですが、まだまだですね、まだ展開数が少ないというところもあって、やっぱりですね、まあ、自分としてもセットアップを作りたかったですし、何よりベイフローさんの商品ラインナップ的にも、やっぱね、この手のハイスペックなですね、セットアップは必要不可欠なんじゃないかと思ったので、今回ですね、自分の方で企画させていただきました。ではですね、アイテムのデザイン自身は本当にシンプルであるんですけれども、本当にいろんな要素が詰まっているアイテムではございますので、まあ、早速ですね、ジャケットの方からご紹介していこうと思います。はい、まずはですね、こちらトップスのブルゾンの方からご紹介していこうと思うんですけども、改めてですね、商品名のご説明化していこうと思います。こちらがですね、2A ハイゲージナイロン機能型ジップジャケットでございます。まあ、このアイテムの、ね、最大の特徴をまずお伝えしようかなと思うんですが、このアイテム、はい、パッとね、見てもらったら、このハイネックのですね、ジップジャケットに見えるんですけども、こちら、はい、袖のところね、よく見てもらいたいんですけども、はい、実はね、これ袖、取り外し可能なアイテムでございます。なので、もうジップジャケットとしても着ることができますし、このね、袖を取り外していただけると、ベストとしてもご着用いただける 2way 仕様のアイテムでございます。なんでね、商品名の中にも 2way というね、記載があったんですが、そういったね、意味なんですよね。もう最近のね、トレンドの中で、まあ、テックファッションが盛り上がってるようにいるんですけど、まあ、同時にですね、ベストをね、レイヤードして着るファッションもありまして、もちろんね、ファッションシーンの中だと、ベスト単品でもね、いろいろリリースされることもあるんですけども、よりね、もう袖付きで普通にブルゾンとも着たいと思いますし、ベストでね、ご着用した時もあると思うんですよ。そのね、どっちもお楽しみいただけるように、だったら 2way 仕様にしたいなというところで、今回完成したのが、こちらのアイテムでございます。本当に普通にジップジャケットとしてもね、めちゃめちゃ戦闘力高いアイテムですし、しかも機能性もあるんでね。なんで、しかも今回ね、ベストとしても着れるってなったらですね、今回同時リリースのこのニット、こちらともですね、レイヤードでご着用いただけますし、あとはお手持ちのね、スウェットだったりとか、あとはシャツとか、あとはロンティーとかですね、そういったものともレイヤードが可能なアイテムではございますので、本当にいろんな着こなしが、この一着をね、持つことで可能性をガッと広げていただける一着になっております。はい、というわけで、こちらのアイテムの、まあ、特徴の部分ですね、2で着れるよってところがあるんですけど、このアイテム、まあ、ベストで着れるだけではございませんで、まあ、これね、使ってる生地と、あと中に使ってる中綿の素材もですね、もうすごいハイスペックなものになっておりますので、まあ、そちらの方のご紹介の方からですね、していこうと思います。で、まずですね、生地のご説明からしていこうと思うんですが、こちらね、商品名もある通り、こちらハイゲージナイロンっていうものですね、採用させていただいておりまして、ものすごくですね、番手の細いナイロン生地を使用していて、めちゃめちゃ上品見えするナイロン素材なんですよね。なので、ナイロン素材って聞くと、例えば、まあ、アウトドアブランドのマウンテンパーカーだったりとか、そういったね、スポーツブランドのジップジャケットとか、そういったものをですね、イメージする方も多いと思うんですけど、めちゃめちゃ繊細な生地になっていて、結構ですね、メゾンブランドとかそういったところがナイロン生地で使うような、上品なルックスのですね、ナイロン生地になっております。結構ね、普段のベイフローさんも結構カジュアルめなアイテムが多いので、この手のですね、もう繊細というか、まあ、綺麗め見えするナイロンジャケットなかなかないんですけど、実はですね、結構汎用性高いアイテムなので、ぜひね、ほんと大人っぽく決まるアイテムなので、この生地ね、絶対使いたかったんですよ。しかもハイゲージで密度の高いナイロン生地だからこそ、結構薄手の生地であってもしっかり張り感も演出できるんですよね。で、今回ね、秋冬のファッションの中でも、やっぱ着心地の良さ、軽量さも歌いたかったので、表面の生地は打ち込みもいいし、けどハイゲージ。そういったものがですね、両立できる生地を探している中で、ベストアンサーのものが選べたんじゃないかなと思います。しかもこちらのナイロンね、素材の効率に関しては、ナイロン 87% で、ポリウレタン 13% 入っておりますので、もうナチュラルなストレッチ性、そういったものもですね、ついておりますので、しっかりですね、着心地の良さ、そういったところも体現しているような生地となっております。そんなですね、上質なナイロン接地素材をですね、使っていて、かつ今回ですね、機能綿を採用しております。そのね、中に使っている機能綿も、普通の機能綿ではなくてですね、めちゃめちゃ高機能で人気なね、機能性中綿となっておりまして、今回採用したね、中綿っていうのが、サロナという機能綿でございます。ではですね、そのソロナっていう機能綿がどんな機能があるかというところを簡単に概要をですね、ご説明していこうと思います。ソロナという機能性の中綿にはいくつか特徴がございまして、まずなんといっても軽量で通気性の高いところが魅力でございます。いやね、まず中綿って普通重いんですよね。なので中綿を入れれば入れるほど結構重量感が出てしまうので、張り感を出そうとして中綿の量を増やすとですね、防寒性は上がるんだけど、重くなって着心地が悪いというところがあるんですが、ソロナに関しては軽量なんですよね。しかも中綿仕様ではあるんですけど、中綿の仕上げ方がですね、風合いがものすごくダウンに近いような中綿素材となっておりますので、自然な膨らみもあるんですよね。なので量を入れなくてもしっかり防寒性も高いし、膨らみも出るっていうですね、ハイスペックな中綿素材となっております。しかもこの溜め込んだ熱ですね、まあ、着用するときに蓄熱されていくんですが、その熱をですね、しっかり保ってくれるっていう蓄熱機能も高いものになっておりますので、まあ、通気性も高い分しっかり蒸れっていうのもですね、外に出してもらいつつ、まあ、残したい暖かさっていうのは中に残してくれるというですね、
もう本当にね、嬉しい素材となっております。なので、ね、今回は機能性の中戸ではあるんですけど、結構見え方だったりとか、まあ、素材感的には非常にダウンフェザーに近いものとしてですね、ファッションシルエットからもすごい人気のアイテムで、本当ね、アウトドアブランドだったりとか、あとはミリタリーブランド、そういったところもですね、このソロの中戸は採用しておりますし、あとはドメスティックブランドだったりとか、国内のね、名だたるブランドさんも採用しているような人気素材となっております。で、今回ね、いくつか機能性中戸の提案をもらったんですけど、まあ、例えばサーモライトとか、いろんなね、中戸素材ね、もらったんですけど、やっぱソロナがいいなと思って、まあ、もちろんね、他のね、中戸とかもあったんですけど、例えば、まあ、機能性中戸じゃないものっていうのもあったんですけど、やっぱりですね、デザインがシンプルな分、しっかりね、機能性だったりとか、そういったところにしっかり還元したかったので、ここはね、わがままを言って、ソロナのね、機能性中戸は採用させていただきました。けどね、この機能性中戸素材を使いながら、しかも 2way 仕様で使えるっていうですね、この汎用性があるのとプラス、まあ、後ほどね、お値段の方を発表していくんですけど、本当にね、もう手が届くぐらいのですね、もうコスパとパフォーマンスの高い、価格で今回リリースできるので、そちらもね、楽しみしてもらったらなと思います。はい、というわけで、こちらのアイテムの使ってる生地とですね、中戸の素材について、ご説明させていただきまして、続いてはこちらのアイテムの使用面ですね、こちらご説明していこうと思います。で、まずこちら近くで見てもらいたいんですけども、こちら、はい、ハイネック仕様のジップアップジャケットでございます。こんな感じでね、開閉ができるアイテムなんですが、しっかり、はい、今回も、ダブルジップでございまして、上からも開閉できますし、こんな感じで下からも開けることができますので、いろんな着方ができるアイテムとなっております。フロントに関してですね、ジップが見えないようなシーム仕様になっておりますのでですね、フロントもですね、すごいミニマムな見え方になるように仕上げさせていただいております。なので、こちらのね、ポケット、はい、フロントにもね、2つポケットがね、ジップポケットあるんですけど、このジップの目が見えないように、目をね、隠すような仕様になっているので、めちゃめちゃシンプル見えするんですよね。で、ここはですね、結構都会的なブルゾンのデザインをですね、結構目指して作っていて、このアウトドアブランドだったりとか、スポーツブランドって切り替えが結構多かったりとかして、もちろんね、デザインとかディティールはかっこいいんですけど、時にね、街に馴染まないデザインとかもあるので、こんぐらいだとね、ほんと気兼ねなく着ることができるブルゾーになっております。あと背面ですね、こちらに特にポケットとかね、そういった仕様はございません。で、裾に関してはですね、こちらドローコード仕様になっておりますので、もちろんですね、開閉しながら着てもらうのもいいですし、これドローコードを締めて、丸みを帯びながら絞った状態で着ることも可能なアイテムでございます。まあ、2024年の秋冬に関しては、裾をしっかり絞って、ちょっと短丈というか、ショートブルゾーとしてもですね、着ることができるシルエットっていうのが、今年は流行っているので、そういった着方もできるアイテムでございます。であと袖口に関しては、こちらスナップボタンでですね、これ絞ることもできますので、こちらもね、調整しながらご着用いただけるアイテムだと思います。で、今回最大の特徴なんですけども、こちら袖が、はい、ジップで取り外すことができまして、袖の部分もですね、しっかりジップ仕様になってるんですよ。こちら、開閉ができまして、これで、ね、写真で見る方がわかりやすいんですけど、こんな感じ。はい、こんな感じで袖を取り外すことができまして、はい、こういった形でベストとしても着用ができるアイテムでございます。なんでね、今日はちょっとジップアップジャケットとして着たいなっていう時もありますし、今日はちょっとレイヤードアイテムとして着たいなとか、秋口の立ち上がりで、それこそシャツとかスウェットとかロンティーと重ね着したりした時にはですね、それを取り外していただいて、ベストとしてもね、着用できるアイテムですので、ぜひね、そういった形で着てもらえたらと思いますし、あとはですね、このベスト自体もレイヤードアイテムとして活躍してくれるアイテムで、まあ、このベストを着て、この上からゴアテックスのジャケットを着たりだったりとか、あとはコートとかこの上にね、このレイヤードすることもできますので、上に着るのもいいし、中に着るのもいいし、この掛け算的にですね、幅広いコンテンツに対応してくれるようなアイテムとなっております。で、今回もですね、同色の胸に刺繍を打っております。ここですね。私とベイフローのコラボレーションラインにのみ使われているベイフローさん特別なロゴでございます。嬉しいことにですね、はい、この内タグの中にも、はい、特別なタグ、今回作っていただいております。前回はですね、ベイフローさんのね、ネームがついてたんですけど、今回は特別なコラボレーションラインってところがあったので、はい、特別に作っていただきましたね。いや、嬉しい！今回、下げ蓋とかもね、特別なものになってるので、ぜひね、物が届いた時に見てもらえたらなと思います。で、これね、長めの持ち手、こちらもですね、前回同様デザインとしては残しております。ので、まあ、シンプルの中にもですね、しっかり視覚的なデザインっていうのは残したコレクションになっております。いやー、我ながらですね、抜かりないブルゾンができたなと思いましたね。でですね、続いてサイズ感の説明ですね、していこうと思います。まあ、今回もですね、ややリラックスフィットで作ってるアイテムではございまして、でもですね、ワンサイズアップして、よりゆったり着てもらってもいいですし、まあ、ジャストサイズでね、もう適正サイズを着てもらってもいいし、ワンサイズ下げて、ジャストサイズでね、着てもらってもいいので、まあ、シンプルなアイテムだからこそ、まあ、今年着たい着方だったりとか、そういったところに対応できるアイテムではございますので、もう今の気分でね、選んでいただいたら、もうそれはね、正解なんじゃないかなと思います。で、一応ね、着用感の方を出していこうと思うんですけども、着てみるとこんな感じ。
はい、自分がですね、178センチ、72キロでこちら L サイズを着用しております。まあ、ちょうど自分の適正サイズはね、L なんですけど、ワンサイズ下げて、細めに着るっていうのもかっこいいかもしれないですね。でですね、各アイテムのサイズの数値に関しましては、すでに概要欄の方に商品ページもね、リンク貼らせていただいておりますので、そちらの方からですね、各サイズの着丈だったりとか、身幅だったりとか、そういった数値もですね、しっかりね、公開されておりますので、そちらの方からね、チェックいただいて、サイズの方ですね、お選びいただけたらと思います。で、今回の色展開なんですけども、まず1色目こちら。はい、先ほどからですね、手に持ってご紹介させていただいているこちらブラックと、あともう1色、こちらですね。はい、こちらカーキブラウンの2色展開でございます。ほんとね、このブラウンとカーキのちょうど間ぐらいの配色となっていて、結構緑が強すぎてもね、結構ミリタリー色が強くなっちゃうし、結構ブラウンが強すぎるの結構カジュアルになりすぎちゃうしってところで、ほんとね、セットアップで着ていただきたいカラーっていうのを今回表現したかったので、ほんといい色が作ったんじゃないかなと思います。なのでね、ジャケットだけでもパンツだけでも活躍する色となっておりますので、ぜひですね、このブラックとカーキブラウン、お気に入り方ですね、お選びいただけたらなと思います。でですね、今回はプロのモデルさんに着用写真の方をですね、撮影してるんですけれども、後ほどですね、セットアップに着用いただけるパンツのご紹介まだありますので、そちらを紹介した時にですね、着用感のそういったところもですね、ご紹介していこうと思います。で、値段に関しても、今回セットアップ着るアイテムなので、このパンツのご紹介した後にですね、このパンツとジャケットともにこの値段の方を発表していこうと思いますので、そのまま流れてですね、パンツのご紹介の方に移っていこうと思います。はい、じゃあ続いてですね、先ほど紹介したこのジップアップジャケットとですね、セットアップで着れるこのパンツのご紹介の方をしていこうと思います。まずこちら改めて商品名の方ですね、ご説明していこうと思うんですけども、こちらのアイテム名がですね、ハイゲージナイロン機能型ジョガーパンツでございます。ほんとね、オープンアクトの中でも、このオーバーパンツだったりとか、ジョガーパンツとかね、そういったものっていうのは、いくつかね、リリースをさせていただいたんですけども、まあ、機能型入りのパンツっていうのは、初のリリースになりますので、結構ですね、私もこのコラボに本気で取り組んでおりますので、過去にやったデザインだったりとか、そういったものを焼き回しするわけではなくて、初のデザインをね、もうしっかりふんだんにやらせていただいているので、その時点でも、本気度が伝わるんじゃないかなと思います。結構ね、いろんなコラボでね、よく見受けられるのが、もうインラインでやった企画の焼き回しだったりとか、そういったものは結構多かったりするんですよ。で、それだとちょっとつまらないなと思ったので、まあ、初の取り組みだったりとか、そういったところをですね、しっかり表現したかったので、今回ですね、こちらのパンツを作らせていただいております。でですね、こちらのアイテムの生地の部分に関してはですね、先ほどのジャケットと同様のものになりまして、生地に関してもこのハイゲージナイロンですね、ナイロン 87% とポリウレタン 13% の上品見えするナイロン生地ですね、上品なんですね、生地感を使わせていただいているのと、中に入れている機能型に関しましても、ソロナというですね、機能型を使わせていただいております。まあ、そちらのご説明に関しては先ほどねジャケットの部分でご覧させていただきましたので、そちらを割愛させていただいて、こちらのアイテムのですねデザインの部分と仕様の部分について触れていこうと思います。じゃあですね、こちら、はい、カーキブラウンのパンツを持ちながらご紹介していこうかなと思うんですけども、まずフロントの部分ですねとなっております。ウエストに関してはこちらまずスナップボタンとジップで開閉できる仕様となっておりまして、中がですねこちら紐仕様になっております。なので中の紐でウエスト調整することもできますし、あとはですねこのウエストの部分に関しましてもベルトのループがついておりますので、ベルトでね絞っていただいてもいいですし、どちらでも調整は可能ですね。あとウエストオールイージーパンツになっておりますので、ストレスフリーでねご試着いただけるアイテムとなっております。でこちらポケットに関してもジップの目を見せないようなですねシームデザインになっておりまして、フロントにですねこちら2つポケットがついております。でね、このポケットの持ちるところも長い持ちる方ですねデザインとして採用しているのと、はい、ここも、はい、同色でロゴがですねベイフローのロゴが入っている仕様でございます。このねロゴ僕気に入ってるんですよね。第1弾に引き続きこちらはですねデザインの方を継続しております。これはねベイフローさんのインラインとかでも見えないデザインなんで、ね、結構特別感のあるものだと思いますね。でこちらのねボトムに関してはミニマルなデザインですね。より都会的に仕上げたかったので、本当にそのシンプルなデザインとなっております。でこれ裾はですねこちらドローコード絞るデザインとなっておりますので、はい、ストレートパンツとして着るのもいいですし、こちら絞っていただいてジョガーパンツとしても履くことができるツーウェイ仕様ですねになっております。で続いて背面ですね、こちらジップポケットが採用されております。ハリポケットとかではなくて、よりねちょっとテックっぽいデザインをしたかったので、斜めになるようなジップデザインですね。結構特徴的なものを採用しております。なんでねパンツのデザインとしてもものすごくシンプルに仕上げさせてもらってるのが特徴なアイテムですね。まあ、だからこそこのねハイゲージナイロンの上品なルックスのパンツがですねめちゃめちゃ効いておりまして、本当に上品味するパンツなので、この上にニットとかスウェットとかそういったものはもちろん合うんですけど、まあ、シャツとかねそういったものも合うぐらいの上品味するんですね、ナイロン生地になっているので、これぜひ見てもらいたいですね。まあ、動画の中でもこの上品感っていうのはね結構十分伝わるかと思うんですけど、本当実物見るとねそれよりが伝わるので、はい、いやーいいねこれ。
しかも機能性が高いってなると、ほんと抜かりない仕上がりになってますね。はい、そういったアイテムになっております。で、次ですね、こちらのアイテムのシルエットとサイズ感の部分なんですけども、こちらね、ややリラックスフィットとなっておりまして、まあ、バギーパンツだったりとか、ワイドパンツほどですね、太いパンツではないので、ほんとまさに今履きたいシルエットですね。ほんと太すぎず、細すぎずのシルエットになっておりますので、すごいね、履きやすいアイテムになってるんじゃないかなと思います。で、実際こちらの着用感ですね、見ていただこうと思うんですけども、こんな感じです。はい。自分が178センチ72キロで、こちら L サイズを着用しております。パンツに関しては適正サイズかな。下げることなく自分は L サイズで履くのが間違いないかなと思いますので、しかもウエストに関してはですね、結構イージー仕様になってるから、幅広い方に履いていただけるアイテムなんじゃないかなと思います。もちろんですね、ややルーズに履いていただいてもすごいかっこいいアイテムだと思いますので、もう今のね、気分で選んでいただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでこちらのパンツのご説明は以上といたしまして、先ほどね、ジャケットの時に見せられなかった、こちらのね、モデルさんの着用画像の方を見ていただこうと思うんですけども、まずブラックの方ですね、セットアップできるとこんな感じになっております。はい。いやー、いいですね。本当に毎日着てもいいぐらいのですね、仕上がりになってるんじゃないかなと思います。で、続いてこのカーキブラウンなんですけれども、セットアップ着るとこんな感じですね。はい。本当にカジュアルな色味見えがちなんですけど、セットアップで着られてもですね、全く違和感なく着ることができますので、多分ね、お手持ちでもこのね、色のセットアップなかなかないと思いますので、ぜひね、こちらのカラーもぜひ挑戦していきたいですね。でですね、このブルゾンに関してはベストでね、着用できるというところをですね、押さえさせてもらったんですけど、そちらもですね、見てもらうと思うんですが、ベストで着るとこんな感じですね。はい。となっておりまして、もう一つね、こういうの見てもらいたいんですけども、こんな感じ。はい。となっております。なので、普通にジップジャケットと着てもらってもいいですし、ベストとしてもですね、本当に活躍してくれるアイテムですので、しかもですね、もうパンツ単体ではもちろん活躍してくれるアイテムなんですけど、ベストで買っていただくと、よりね、汎用性が高くなるアイテムでございますので、ぜひね、セットでご検討いただけたら嬉しいです。はい、というわけでね、今回一つ目のアイテムのセットアップアイテム、やっぱ気合入ってるんで結構時間ね、長くなっちゃったんですけど、そんぐらいね、気合入ってるアイテムなので、ぜひね、こちらのアイテムゲットしてもらいたいんですけれども、まずこちらのアイテムの気になるお値段の方ですね、発表していこうと思います。まずこちらの、はい、こちらのですね、2ウェイハイゲージナイロン機能型ジップジャケットなんですけれども、こちらお値段の方が税込みで 15,500 円となっております。はい。税込みですね。税込みの価格で 15,500 円となっておりまして、この 2way ベストでも着れるし、ジップジャケットも着れるし、しかもこの素材感と機能型の素材になっていて、ほんとね、アウターとしても活躍するアイテムとして考えると、めちゃめちゃ値段頑張ったんじゃないかなと思います。ほんとブルゾンの価格で、もういろんな使い方できるアイテムになってるので、ほんとコスパ大爆発中のアイテムなんじゃないかと思いますね。もうぜひね、うちのユーザーさんもちろんなんですけど、ベイフローさんのね、もう僕のこと知らない人から見ていただいてもいいアイテムだなと思っていただけるアイテムだと思いますので、何よりもですね、まずは自分のねユーザーさんに手に取っていただけるアイテムになっておりますので、ぜひねこちらのアイテムゲットしまったら嬉しいです。で、続きましてこちら、はい、こちらのハイゲージナイロン機能型ジョガーパンツなんですけれども、こちらお値段の方が、税込みで 13,500 円となっております。なので税込みですね。なのでセットで買っていただいても3万円でお届けできるというですね、ほんとコスパの高いセットアップアイテムになっておりますので、結構ねこのオープニングアウトの中でもほんと機能性のあるセットアップになるとですね、でも5万円アンダーとかその時点でもコストパフォーマンスはですねかなり高いアイテムになってるんですけど、今回は3万円でですねセットアップアイテムとしてお届けできるアイテムになっておりますので、ぜひですね、しかもすぐ届く即デリバリーアイテムになっておりますので、ぜひこのアイテムゲットしまえたら嬉しいです。はい、というわけでまず一つ目のアイテムですね、今回のベイフローとウルマのコラボレーションのアイテムの目玉アイテムの一つですね、こちらセットアップアイテムご紹介させていただきました。で、続いてのアイテムのご紹介の方に移っていこうと思います。はい、では続いて3点目のアイテムですね、ご紹介していこうと思うんですが、まさに今自分が着てるこちらのアイテム、はい、こちらですね、のご紹介の方に移っていこうと思うんですけれども、まずアイテム名からですねお伝えしていこうかな。まずこちらのアイテム名がコットンスラブクルーネックニットでございます。このねスラブ素材のニットっていうのを一度作ってみたかったんですけど、なかなかね適正なコストにはめることができなくて断念したところはあるんですけど、ベイフローさんのですねもう屈強な生産部隊の方々のおかげで満足いくアイテムがね、今回完成いたしまして、今回ね、このニットを作る上で結構目指したのが、着心地の良さっていうのと、スウェットとニットのちょうど間ぐらいのアイテムを今回作りたいと思って、作らせてもらったのがこちらのアイテムでございます。ほんとね、このスウェットのカジュアルさもしっかり残しつつ、ニットの上品さっていうのを両立したようなですね、アイテムを作りたくて、ほんと、ウール調のアイテムだったりとか、モヘアのニットだったりとか、そういったところはですね、このオープンアートでしっかり、提案できているので、コットン素材でかつ、もう着心地の良さをですね、最大限に活かしたアイテムっていうのは、ぜひね、ベイフローさん作りたかったので、今回実現したのがこちらのアイテムでございます。はい、というわけで、こちらのニットに関しても、結構ミニマルなね、シンプルなデザインになってるんですけども、こだわりポイントもね、たくさんありますので、まずこちらのアイテムのね、基地の部分からご説明しておこうと思います。
はい、というわけでコットンスラブクルーネックニットの素材のところからですねお説明していこうと思うんですが、はい、こういった編み地となっております。はい、こちらがですねスラブ素材のニットとなっておりまして、これ結構ね凹凸感のある編み地が結構特徴で、なんかね簡単に言うとなんかスウェットの裏の部分ですね、裏毛の部分ではないんですけど、この表面にこの凹凸感のあるニットがこの肌触りがものすごく柔らかくてですね、めちゃめちゃ着心地がいいんですよ。しかもね秋冬着ていただけるぐらいのしっかり肉厚なんですね生地に仕上がっておりますし、まあ、素材自体もですねコットン 90% とレイヨン 10% 入っているので、まあ、コットンの風合いをですね強く感じていただけるニットで、プラス、まあ、レイヨンのですねしなやかさっていうのも落とし込んでるアイテムになりますので、ほんといいところ取りの生地感ですね。けどねスウェットでは表現できないようなね上品感っていうのもですねしっかり体現できるアイテムになっておりますので、多分皆さんのクローゼットにもまだ入ってない一枚になってるんじゃないかなと思います。そんなスラブ編みのですねコットンの編み地のこちらニットであるんですけれども、デザイン自体はですねシンプルなアイテムとなっております。こちらプルオーバーのクルーネックの、ね、ニットですね。でフィット感に関してはリラックスフィットになっているアイテムでございまして、はい、リブの部分ですね、こちらリブの幅に関しても本当に通常ぐらいの幅になっているので、本当スタンダードな着用感になっているんじゃないかなと思います。こんな感じですね。はい、首元開きすぎず絞りすぎてない仕様になっております。で胸元にはですねこちら、はい、同色のまた刺繍が入っているので、シンプルにね見えすぎるところがあるんですけど、胸元にねワンポイントあるだけで、まあ、全然なんか引き締まり方が違うので、はい、これねなかなかね言わないとコツさんなんですけども、こだわりポイントの一つですね。はい、で内タグこちらもですねオリジナルのものとなっております。で肩幅自体はですねやや落としてる仕様になりますので、もうね、リラックスフィットというかリラックス感のある着用感になるのが特徴ですね。で袖口こちらリブ仕様になっているのと、はい、裾でこちらもリブ仕様となっております。このね裾のリブに関してもやや強めのものになっているので、着用感とかはですね結構丸みのあるですねシルエットになっているので、リブをね巻き込みながら着丈短く着ることもできますので、ご自身のねなんか程よいサイズ感でご着用いただけるアイテムなんじゃないかなと思います。まあ、今回ね本当に大きめに着ても小さめに着てもかっこいいアイテムになってるから、これ悩むんだよね。まあ、M と L の通算展開になってるんですけど、俺どっちでもいいしな。今着てるのがこちら L サイズになっておりまして、あ、ね、着用感分かりやすいように別でもねご用意しているんですけども、こんな感じ。はい、自分が 178cm、72kg で L サイズでこんな着用感となっております。悩むねー。これ M でもいいんだけど、 M でちょっと細身に着るのもかっこいいし、まあ、色によって分けようかな。これはねどっちの色も結構ゲットしようと思ってるんだけど、まさにねこのナチュラルこのオフホワイトに関しては、さっきね一番最初紹介したベストのアイテムといろんなレイヤードも着ることもできますし、ジャケットの中でも着ることができるから汎用性高いし、まあ、けどね今年の秋冬2024の秋冬シーズンに関してはやっぱりねモノトーンで着たじゃないですか。しかもこれカジュアル見えするニットをモノトーンにね大人っぽく着るっていうのがめちゃくちゃかっこいいと思ってるから、いやー迷うなー。最近ね結構ストリートブランドでもねこうやってモノトーン系のねなんかニットを作るところも多いから、まさに今みんなが着たいニットにね仕上がってるんじゃないかと思うんですけどね。いやいいよねこちらもですねコーディネートの写真あるのでぜひ見てもらいたいんですけど、まずブラックですね、今絶賛こんな感じあります。はい、いやね、モノトーンなんですけど、めっちゃ決まってて、このコーディネートは。大好きでしたね、このコーディネート。続きまして、こちらのオフホワイトですね、のスタイリングなんですけども、決まるとこんな感じになります。はい。いやー、いいね、これも。ほんとね、汎用性が高い2色ですね。今回、ブラックトークのオフホワイト2色展開になっておりますので、ほんとね、これは、複数色買いしてもですね、絶対に活躍してくれるアイテムなので、ぜひこちらですね、ご検討できたら嬉しいアイテムでございます。はい、ではですね、こちら3点目のアイテムの、こちら、コットンブークレクルネクニットなんですけども、アイテムのご説明は以上となります。で、最後ですね、こちらのアイテムの販売価格の方を発表していこうと思うんですけども、こちらのアイテムですね、販売価格の方が、税込みで8990円となっております。いや9000円アンダーではめてくれたベイフローさん、ありがとうございます。はい、ほんとね、このブークレの糸ってこのね編むのに時間めっちゃかかるんですよ。しかも生地もですね程よく厚みのあるニットになってるので、糸量も結構使うんで、それがですねこの価格でリリースできたっていうのはかなりですねコストパフォーマンス高いんじゃないかなと思います。しかもですね秋冬だけじゃなくて春もね継続して着ることができるアイテムだからこそ、まあ、やっぱ着用期間が長いとね、やっぱ活躍する時期も長いってところでコストパフォーマンスがより高く感じられるアイテムになっておりますので、ぜひねこちらのアイテムも、まあ、今回のコレクションのコーディネート組む中でもですね多分核となるアイテムなので、ぜひですねそのアイテムをセットでご検討いただけたら嬉しいです。はい、というわけで3点目のアイテムのご紹介は以上となりまして、続いて4点目のですねパンツのご紹介の方に続こうと思うんですが、4点目のですねこちらのパンツが、まあ、個人的でもですね結構ぶっ刺さってるアイテムで、仕上がりもね申し分なくなってるので、早速ですねご紹介の方に移っていこうと思います。はい、では続いてですね4点目のアイテムのご紹介に移っていこうと思うんですが、先ほど言ったようにですね今回のラインナップの中でも個人的にぶっ刺さってるアイテムでございまして、もう俺の趣味が大爆発してるんですけどね、ただ皆さんにもですねぜひベイフローのユーザーさんにもお勧めしたいアイテムだって
ておりまして、こちらのアイテムですね、商品名からご紹介していこうと思います。まずこちらのアイテムなんですけれども、バギーフィットテッククライミングカーゴパンツでございます。このね、オープニングの中でもカーゴパンツで、ね、いくつかリリースしてるんですけど、初めてのデザインのね仕様になってるアイテムなので、しかもねかなり攻めてますこのアイテムけど、もうトップスをシンプルにしていただいてもね、映えるコーディネートで仕上げてくれますし、もちろんいろんなコーディネートにね落とし込むのもできるアイテムで、かつ今回のコレクションのアイテムでも、もうしっかり合わせることができるアイテムになっておりますので、マジで買ってほしいこのパンツは。本当ね、インラインで今までねなんで出さなかったんだっていうぐらいのですね仕上げになってるので、ちょっとぜひもうね本当今回のコラボにね全力を注いでいるっていうのがですね、もうこれでも分かってもらえると思うんですけど、まずはですね、まあアイテムの概要を簡単にご説明していこうと思います。まあね、本当に商品名のある通り、今回バギーフィット、かなり攻めた太めのシルエットをですね今回採用しております。多分ベイフローザーのインラインでもここまでバギーフィットのパンツないんじゃないかなっていうぐらい結構攻めたアイテムですね。はい、なっていて、しかも今回ね、カーゴポケットがマジででかい。はい、カーゴポケットサイドから見る、ね、ディティールに関してもかなりねインパクトのあるものになってるんですが、しっかりね着る時には不自然にならないぐらいのですねデザインになっております。はい、フラップも大きめになってるんでね、しかもこれねフラップとしてもねポケットあるんですけど、内側もねポケット仕様になってるので、ポケットもね二重仕様になってるんで、はい、こういったねこだわりポイントも詰まっております。でしかもウエスト部分に関してはこちらクライミング仕様ですね、はい、なっているのと、はい、特別仕様ですね、紐の先に、はい、今回のベイフローマーク、私とのコラボレーションでしか使われてないロゴがここに落とし込まれております。はい、まあ、興奮のあまりもう全部のねこの商品紹介流れでやっちゃうんじゃないかってぐらいなので、ちょっと一回落ち着きましてまず今回のこのバギーフィットテックカーゴパンツのですね、この生地の部分からですねご説明していこうと思います。まず今回ですね、こちらのカーゴパンツで使われている素材の部分からですね触れていこうと思うんですが、こちら結構張り感のあるナイロンストレッチ素材をですね採用しております。しかも生地感的にはですねテックブランドが使うようなナイロン製素材を使っておりまして、はい、めちゃめちゃ伸びるんですよ。しかも表面もですねなんか程よい凹凸感もあって、表情あるナイロン素材になっているので、本当はですねうちで取り扱いさせてもらってるロトルだったりとか、そういったところもなんか採用されるようなナイロンストレッチ素材というか、そういったところをですね採用しております。でイメージとして近いところで言うと、春にリリースさせていただいたこちら、はい、このジップアップジャケットっていうのも前回でものすごく反響いただいたんですが、あれがね春仕様のね結構薄手の生地になってるんですけど、それがより厚手になってパープしたものを選ばせてもらったのが今回使っているナイロンストレッチ素材でございます。なんでね春にリリースさせてもらったあのジップジャケットとも結構ね近い風合いの生地になってるので、上下で着てもらってもね活躍するアイテムだと思うから、まあ、セットアップアイテム同じ生地ではないんですけど、上下でねすごい、ね、統一感のある着こなしが完成するんじゃないかなと思います。もともとねバギーフィットのサイズ感になってるので、まあ、生地伸びなくても全然着れるんですけど、伸縮性があることでよりストレスの中に着ることができるアイテムだと思います。しかもですねナイロンがね効率高いねアイテムになってるので、やっぱ着心地の良さとか軽さっていうのもですねしっかり表現できるアイテムだと思いますので、デザインだけじゃなくて着心地の良さっていうのもしっかり残したのが今回のねこのベイフローさんと僕のですねコラボレーションアイテムのやっぱコンセプトになっておりますので、ぜひねこれ足を通して体験してもらいたいなと思っております。はい、そんなね生地を採用したこちらのクライミングテックカーゴパンツなんですけれども、仕様の部分ですね本当いろんな要素が詰まっているのでご説明させていただくと、まずウエストの部分、こちらですね商品名のある通りこちらクライミングパンツ仕様ですになっております。はい、こちらもともとですねこちらのクライミングベルトが付いておりますので、こちらではい調整が可能な仕様となっております。でここ取り外しが可能ですね。で、フロントはボタン仕様になっていて、はい、チップで開閉可能なアイテムとなっております。まあ、ベルトいらずでも着れますし、まあ、ここにね、なんかいろんなパーツとか、キーホルダーとかね、あと、ウォレットチェーンとか付けたい場合は、ここにですね、D 缶だったりとか、あとね、ここにベルトループ1本付いておりますので、あまあ、腰回りのアクセサリーとか、そういったものを使えるような仕様となっております。で、ウエスト自体もですね、こちら、はい、後ろの方はゴム仕様となっておりますので、まあ、ストレスフリーでね、着用できるっていうのも特徴のアイテムですね。ポケットがですね、本当にいっぱい付いてまして、まず通常のこのサイドポケットですね、が付いているのと、はい、こちらサイドめちゃめちゃ大きなですねカーゴポケットがついておりまして、こちらねフラップをめくって、フラップのめくった部分にポケットがあるのと、プラスこの内側の方もですね1枚ねポケットになっているので2枚構造になってるんですよ。こっちもこっちもねどっちもポケット仕様になってるんですよね。これが本当にすごい仕様になってるというか、はい、もうこれだけで工賃爆上がりですからね。はい、これがね両サイドポケットがついてるアイテムになりますので、もちろんね視覚的にもデザインとして効いてますし、機能面もですねより高いものになってるので、もうちょっとしたねお出かけであればバッグいらないぐらいの収納力のあるアイテムですね。
はい、でこちらね、カーゴパンツとしても仕様の部分はね、抜かれなくなっておりまして、膝の部分はですね、しっかり深めのダーツ入れているので、立体感だったりとか、動きの出るような仕様になっております。で、裾に関してはこちらドローコード仕様になっているので、絞っても着用することが可能なアイテムですね。まあ、今回ね、結構ズドンとなんか裾絞らずに履いてもかっこいいパンツなんですけど、やっぱり、ね、合わせるパンツとか、そういったものに関してはですね、まあ、絞りながら着たい方も多いので、まあ、ドローコード仕様ですね、採用しております。で、後ろ、はい、こちら貼り付けポケットになってますけど、すごい深めの、はい、貼り付けポケットになってますね。なんでね、本当に引き算のないデザインというか、本当にいろんなね、盛り込みたい要素をしっかり盛り込みつつ、しっかりデザインとしてはですね、ルーズクリアアイテムになっているので、これは本当に自分のバランス感がしっかり体現できたアイテムになってるんじゃないかなと思いましたね。いや、このね、オリーブもいいんすよ、これも。で、これね、緑もしっかり押さえてるというか、あ、こっちの方ができる、わかりやすいですね。うん、こんな感じでポケットになってるんですよ。はい、こっちの方もポケットあるし、はい、こっちの方にもポケットあるしみたいな。うん、いや、これね、オープニングアップで出したことないぐらいの攻めたカーゴパンツになってるので、はい、なので今回のコラボレーションアイテムとの外装もいいですし、今までの僕のブランドのオープニングアクトとのセットで着ていただいてもしっかりですね、相性のいいアイテムになっておりますので、ぜひ皆さんクローゼットにねプラスしてほしい一本ですね。はい、という感じでこちらのアイテムの素材の部分とですね、デザインの部分についてご説明以上といたしまして、サイズ感のところから次は触れていこうと思います。いや、本当ね、商品名なんておりこちらバギーフィットアイテムとなっておりまして、かなり太めのアイテムですね。ぜひね、こちらちょっと着用感見てもらいたいんですけども、着てみるとこんな感じになります。はい、自分が178センチ72キロで、こちら L サイズ着用してるんですけども、本当にメリハリあるシルエットでね、着ることができてるんじゃないかなと思います。まあ、今年に関しては、トップスがね、やや小さめで、パンツが太めっていうコーデも増えておりますので、プラス、こんなにバギーフィットのアイテムになってるので、単体のジャケットだったりとか、ニットとか、スウェットですね、もう相性抜群のアイテムになっておりますので、ぜひね、いろんなブランドでもそういったアイテム出てるから、もうミックスしてね、ご着用いただけたらなと思います。ここまでメリハリあるね、パンツ、なかなか出てないと思うので、ぜひ、ね、履いてもらいたいね。しかも履き心地もいいというところであれば、買わない理由ないでしょっていうようなアイテムですね。はい、となっております。でね、サイズ感以上といたしまして、今回のね、カーゴパンツに関しても、着用ですね、プロのモデルさんにお願いしておりまして、まずブラックなんですけれども、初めてこんな感じになります。はい。いやー、かっこいいねー。このコーディネートほんと好きだなー。で、続きまして、今回このカーゴパンツに関しては2色展開となっておりまして、2色目がこちらですね、オリーブとなっております。オリーブですね、モデルさん着てもらうとこんな感じになります。はい。いやー、これもかっこよかったっすねー。もうね、色味もね、ほんとになんかカジュアルになりすぎてないので、ほんとに街に溶け込むカラーというか、この都会的なね、配色になってるんじゃないかなと思います。はい、ということで今回のコラボレーションアイテムの中でも特に個人的にですね、気に入ってるアイテムのバギーフィットテッククライミングカーゴパンツですね、ご説明以上となります。最後ですね、こちらのアイテムの販売価格の方をお伝えしていこうと思うんですけれども、こちらお値段の方が税込みで 12,500 円となっております。はい。いやね、これね、一番きつかったというか、もっとね、最初値段が高くなりそうだったんですけど、ブランドさんの方とも交渉して、もう自分のね、マージンだったりとか、そういうことも削って極力、もう少しでもお届けしやすいような価格に設定させてもらったアイテムになっておりますので、ぜひね、まあ、このデザイン面もそうですし、着こなしの中で映えるね、もう使いやすいアイテムって一本あると、本当にね、ファッション楽しくなるので、まあ、特にやっぱ俺自身がパンツが好きでさ、コーディネートでパンツから決めるところもあるから、ぜひですね、こちらのアイテム皆さんのクローゼットで追加していただいたら、もう絶対戦力として活躍するアイテムになりますので、こちらのアイテムもですね、今回コレクション合わせてご検討いただけたら嬉しいです。はい、ということでここまでがですね、アパレルアイテム4アイテムご紹介させてもらったんですけども、最後はですね、5つ目初のグッズアイテムになりますので、最後そちらをご紹介させてもらった後にですね、今回は結構お知らせが多くて、イベントについてのお知らせとですね、あとで販売開始日時についてもですね、こちらもご説明結構必要なので、そちらご紹介の方に移っていこうと思います。はい、というわけで今回ベイフローと私ウルマのですね、コラボレーションアイテム初のグッズなんですけれども、しかもですね、初のグッズにプラス、やっぱね、ベイフローさんってブランドの中でもキャップが強いんですよ。帽子といえばですね、私自身が最近キャップにドハマりしておりまして、まさにこのタイミングで作りたかったんですよね。というわけで今回完成したアイテムなんですけれども、こちら、じゃん。はい、今回ですね、このベイフローと私のコラボレーションでしか使ってないこのロゴが施されているコットンキャンバスキャップですね、こちら完成しました。はい、いや、めちゃめちゃ可愛いよね。このフロントにこちら結構しっかりね、モリカンなる刺繍を施したキャップとなっていて、しかもですね、ニューエラとかのキャップになる調整できるキャップだと結構深さがね、浅いんですよ。浅く被れるキャップなので、自分結構頭が大きいから被れないんですけど、これね、結構やや深めに設定させていただいているので、いろんな方にですね、ご着用いただけるアイテムかなと
と思います。プラスこちら、はい、後ろでねサイズ調整も可能なアイテムになっておりますので、レディースでもメンズでもどちらもね着いただけるキャップとなっております。こちらがですねブラックのボディに白の刺繍の定番カラーになってますね。とそんなカラーとですねこちらもう一色がこちらグレー、はい、グレーのカラーリングに白の刺繍ですね。本当に抜け感のあるんだけど上品に決まるようなキャップになっておりまして、まさにですね今回秋冬に向けて被っていただきたいなと思っているアイテムでございます。しかもベイフローさんに通年の売れ筋だったりとかそういったものを聞くとですね、本当1年通してベイフローさんのキャップが売れるらしいんですよ。なのでこのねロゴ自体がものすごく可愛いロゴになってるなと思ったから、まあ、今回の、まあ、コラボのね一つのコレクションとして皆さんにも手に取っていただきたいですし、まあ、ベイフローね普段のお客様にもぜひ被っていただきたいアイテムになっておりますので、まあ、ニューエラとかねそういったところはまた全然違うようなビジュアルになってるからさ、ぜひこれちょっと被ってもらいたいですけどね。でこちらのキャップに関してもモデルさんにねこのイメージしやすいように被っていただいておりまして、こんな感じになってもらいます。はい、こちらねワンサイズフリーサイズになっております。なので先ほど言ったように後ろのところでこちら、はい、サイズ調整できますので、ぜひね好みのサイズ感で被っていただきたいですし、あとはですねほんとカップルの方だったりとか、あとご夫婦でもねシェア使いできるのもキャップのいいところだと思いますので、ぜひですねこちらのキャップ、まあねほんと色違いで買っていただいても活躍するアイテムだと思いますので、ぜひねこちらのアイテムもご検討いただけたと思います。で今回キャップに関してもですね結構お値段頑張っていただきまして、もう形 もう刺繍も全部オリジナルで作ってるんですけど、こちらのキャップのコットンキャンバスキャップですね、こちらお値段の方が税込みで4400円となっております。はい、安い5000円アンダーですからね税込みで、うん、2つ買っていただいても1万円アンダーの8800円で届くアイテムになっておりますので、ぜひですねブラックもグレーもどちらもモノトーンファッションでもですねカジュアルなファッションでもどちらも活躍するカラーになっておりますので、ぜひ、ね、こちらのアイテムをご検討いただけたら嬉しいです。はい、ということでここまでですね充実のラインナップになっているこのベイフローさんとウルマの特別コレクションですね、2024年秋冬のアイテムたちの5アイテムご紹介させていただきました。最後にですねちょっと振り返りの方をしていこうと思うんですけど、まず一つ目セットアップアイテムがこちら。はい、こちらのハイゲージナイロン素材を使って機能性ナカウトをですね中に入れた高機能素材の、まずこちら、はい、2ウェイですね、ベースとしてもジップジャケットも着れるこちらのブルゾンアイテムと、それとセットアップできるこちら、はい、こちらのジョガーパンツのアイテムでございます。で続きまして今自分が着ているこちらニットアイテムなんですけども、こちら、はい、こちらのコットンスラブクルーネックニットでございます。で4点目個人的に一押しのアイテムになっているこちら、はい、こちらバギーフィットテッククライミングカーゴパンツでございます。で最後5つ目のアイテムが先ほど紹介させていただいたこちら、はい、コットンキャンバスキャップですねになっております。そんな充実な5アイテムでございます。いやー、いい仕上がりになってんじゃないかな。いや、ほんとね、自信を持って全国のお店に並ぶことができるようなんですね。実のラインナップになっておりますので、今から楽しみですね。はい、というわけで、ここまでがですね、アイテムのご説明になっておりまして、まあ、簡単にですね、自分が着るとどんな感じかっていうところを、コーディネート踏まえながらご紹介していこうかなと思います。で、いくつかね、コーディネート組んでみたんですけれども、一つ目のね、コーディネートがこんな感じです。はい、やっぱね、着やすい。しかもやっぱかっこいい着物っていうのがいいですね。続いて二つ目のコーディネートなんですけれども、二つ目のコーディネートがこちら。はい、となっております。本当ね、割れながら着ながら全部着やすいし合わせやすいし、しかもかっこいいですね。で続きましてのコーディネートなんですけども、こんな感じ、はい、となっております。ちなみにですね、すべて概要欄の方に商品ページの方ですね、もうすべて公開されておりまして、モデルさんにですね、いろんなパターンでコーディネートも組んでいただいておりますので、ぜひ、ね、そちらの方も参考にしていただいて、ご検討いただけたら嬉しいなと思います。はい、ということでここまでですね、アイテムのご紹介の方させてもらったんですけども、気になるですね、販売開始日時とですね、今回イベントもご用意させていただいておりますので、そちらのご説明していこうと思います。結構ですね、お話しする部分がありまして、いつもと違ってね、オープニングの人は自社サイトで販売させてもらってるんですけど、今回ね、ベイフローさんに関しては、自社サイト、ドット ST さんですね、アパレル企業のアダストリアさんが運営している、自社サイトのドット ST での販売と、あと今回 ZOZO タウンでのリリースもございます。あとは全国のベイフローさんですね、実店舗での販売もありまして、それぞれですね結構販売方法だったりとか販売開始日時がいくつかありますので、そちらですねちょっと余すことなくお伝えしていこうと思います。ちょっとねベイフローさんからもらったカンペ読みながらちょっとご説明していこうと思うんですけど、まず今回のベイフロー×ウルマのコラボレーションアイテムのですね、販売開始日時なんですが、まずですね予約販売の方が先行してスタートする予定でございます。その販売開始なんですけれども、この動画が出てる翌日ですね、9月の11日水曜日のお昼12時からドット ST さんと ZOZO タウンさんの方で予約販売開始でございます。まあ、現時点で販売開始前に関してはページが公開できないので、販売開始日時を過ぎた後からですね見ていただいたら、下記のね概要欄の方のリンクから見ることができますので、そちらねご
ご注意していただければと思います。でですね、予約販売の開始自体は9月の11日からなんですけれども、全国の店舗に実在庫としてですね、即購入可能な状態で販売開始になるタイミングがございまして、それがですね、9月の19日の木曜日でございます。でこの9月の19日の時点でもう全てね、即デリバリーで販売が開始になりまして、先ほどね、ドット ST で予約販売が開始というところがね、11日から始まるんですけども、まあ、9月の19日以降はですね、もう即デリバリーで販売開始ができますので、まあ、ぜひね、実物を見て買いたいという方であれば、9月の19日の販売開始のタイミングで、ぜひね、ご検討いただけたらと思います。なので、この段階でですね、予約販売の開始日と、実在庫ですね、即デリバリーの販売開始日で2つあるんですけれども、これね、結構会社が絡んでるんで、大きく言えないんですけど、まあ、せっかくこのチャンネル見てる方であれば、絶対ね、お得に買ってもらいたいんですよ。なので、ギリギリ言えるところまで、ちょっとお伝えさせてもらえるように、ベイフローさんとね、いろいろ交渉させてもらいまして、ちょっとお伝えしたところがございます。で、販売開始自体は9月の11日からなんですけれども、できれば9月の19日の販売開始のタイミングで狙っていただいた方が自分はおすすめかなと思っておりまして、まあ、深い理由を言ってしまうと、ちょっとね、先方の会社さんのイベントの兼ねだったりとかいろいろあるので、深く言えないんですけど、まあ、一番お得に買えるのが19日からとなっておりますので、ぜひこのタイミングでご検討できたら嬉しいなと思います。でね、9月の11日の販売開始からじゃあ、ね、買わなくていいのかなっていうところがあるんですけど、9月の11日の予約販売開始のタイミングで買うにもメリットもあるんですよ。で、9月の11日の販売開始のタイミングでご検討いただくときのメリットで言うと、まず確実にゲットができると。やっぱね、今回ね、在庫にも限りがありますので、完売次第終了のアイテムなんですよね。なので、9月の11日の予約販売開始のタイミングでご検討いただけたものに関しましては、まあ、必ずね、ゲットできると思いますので、絶対ゲットしたいという方であれば、まあ、9月の11日、明日からですね、ご購入いただくのが確実かなと思います。で、プラスですね、ドット ST さんに関しては、これ予約販売期間であれば、ドット ST ポイントっていうのがあるんですよ。なので、9月の11日からですね、予約販売開始で、すでにドット ST さんの会員さんであれば、ポイントアップのね、機会ではございますので、ぜひね、そちらを利用したい方であれば、明日のね、11日からご検討いただければと思います。ただ、もうこれは、いや、もどかしいな。ただね、9月の19日からの方が、絶対おすすめなんで、しかもどんぐらいお得かっていうのは、自分のインスタグラムの方で、9月の17日以降はですね、そこから告知してもいいよっていうところを言われているので、それを待っていただくのがね、いいんじゃないかなと思います。なんでね、もう簡単に言うと、絶対ゲットしたい方は9月の11日。で、少しでもお得に買いたいという方であれば、9月の19日以降ですね、買っていただくのがいいかなと思いますので、自分的には、まあ、9月の19日からが、まあ、正式な販売日かなと思うぐらいですね、結構お得な内容となっておりますので、ぜひね、ここ概要欄の方に詳細の方をまとめておりますので、そちらね、見て、自分が思うね、ベストのタイミングでご検討いただけたら嬉しいなと思います。で、当販売開始のスケジュールに関しては、今言ったように、9月の11日予約販売開始。で、9月の19日に、即デリバリーの販売開始ですね。あと、店舗販売開始が9月の19日になっておりまして、で、動画の中でも言ったように、今回ですね、イベント、ベイフローさんの自分の方で、イベントをご用意させていただいております。今回ね、イベントやるのが初めてで、ベイフローさんと一緒にやるのが、自分自身も楽しみなんですけども、今回、東京の武蔵小杉にある、グランツリーさんっていうね、商業施設の中にある、ベイフローさんでですね、私、ウルマの来店イベントをですね、今回開催予定でございます。はい、っていうですね、私、お店に立ちます。はい、ベイフローさん、店頭に立つんですけど、それがですね、ベイフローさんの方でいろんなイベントを用意させていただいていて、来店接客イベントっていうのを、今回ベイフローさんの方で用意していただいております。で、その内容っていうのが、このお店に来ていただいたお客様ですね、もう時間刻みにはなってしまうんですけども、直接自分のワンツーマンで接客させていただいて、まあ、アイテムの相談だったりとか、いろんな質問をお答えさせていただくというですね、来店イベントの方をやらせていただく予定でございまして、でその来店の接客イベントの時間、代わりになっておりますので、その来店イベント用の予約開始もですね、概要の方にリンクを貼らせていただいていて、そちらのリンクからぜひこのイベント参加したい方はですね、ぜひそちらの方から来店予約の方を取っていただきたくてですね、で、あんまりしかもね、枠数が多くないんですよ。12枠ぐらいになってるんですけど、もし早めにね、埋まってしまうことがあれば、まあ、ちょっとね、枠を増やすかもしれないですけれども、せっかくですね、もう自分もベイフローさんのお店に立ってイベントやるのってなかなか今後あるかないかわからないので、ぜひね、イベント自分を立たせてもらうので、ぜひ、ね、皆さんに会う絶好の機会なので、本当ね、来たから絶対買わなきゃいけないわけじゃないので、本当に気軽な気持ちで会いに来てもらえたら嬉しいなと思っております。はい、あとですね、これ来店イベントに来ていただいた方限定ですね、今回ノベルティもご用意させていただいておりまして、でその用意するノベルティなんですけれども、このオープンアクトの中でもね、定番アイテムとしてリリースさせていただいているこちら、はい、
このね、オリジナルで作っている、この USA コットのですね、このクルーネック T シャツとこのタンクトップ、どちらかですね、着ていただいた方には、ノベルティとして1枚ですね、プレゼントさせていただきますので、サイズだったりとかそういったところは選べるようにね、何枚か持っていきますので、ぜひね、こちらのイベント着ていただいた方は、こちらの方プレゼントさせていただきますので、ぜひね、お気軽に遊びに来てもらえたらなと思います。もっとね、重ねて言うんですけど、イベントに来たからって、絶対買わなきゃいけないとか、そういったわけではないので、まあ、もう T シャツもらいに来る感覚で、前に来てもらえたら嬉しいですね。まあ、せっかくやっぱね、イベントやるんで、もう人が来ないとか、めちゃめちゃ寂しいから、もうぜひね、会いに来てください。でですね、今回ね、まあ、ベイフローさんがまた一つ面白い企画を考えてくれまして、今回来店イベントが東京のお店なので、遠方の方にも何かですね、できないかってところを考えていただいて、考えていただいたのが、ズーム接客というところをですね、考えてくれまして、なので、もう全国どこにでもいる方とですね、自分がズームで繋がりまして、10分かちょっとかな、お話ししながら、まあ、アイテムのご相談とか、乗らせていただくというですね、枠がございまして、確かね、来店イベントの枠よりも、ウェブの方がちょっと少ないんですけど、場所関係なく、もちろん東京の方でもいいんですけど、ぜひですね、お店では来れないけど、ネットでね、話したいとか、なんかいろいろ相談したいって方はですね、ぜひですね、そのズームイベントの方にですね、参加いただければと思います。自分もね、初めての取り組みなので、どんな風になるかわかんないんですけど、楽しみですね。なんなら、ズームの方は、まあ、アイテムの相談もそうなんですけど、お気軽に喋りに来てもらうぐらいでも、全然自分としては嬉しいので、ぜひね、グランツリー武蔵小杉さんと、あと、ズームの接客のイベントの方ですね、ぜひご応募の方いただければと思います。すべて概要欄の方にですね、商品ページのリンクとともに、この来店イベントだったりとか、ズーム接客用の、ご応募のリンクもですね、同時に公開させていただいておりますので、ぜひそちらの方ですね、見てもらえたら嬉しいです。はい、というわけですね、動画がかなり長くなってしまったので、少しでもね、見やすいように編集でしてグッとしようと思うんですけれども、ウェイフローさんとウルマのですね、コラボレーション第2弾の告知動画の方以上となります。いや、本当にですね、動画の冒頭でも言わせてもらったんですけど、ここまでね、大きいコラボレーションの取り組みができるのも、もう日頃からですね、応援してくださる皆さんのおかげですので、本当にありがとうございます。その分ですね、自分が全身全霊の気持ちで取り組ませていただいた、もう実際ばかりのごアイテムになっておりますので、ぜひですね、今回自分のこだわり本だったりとか、まあ、コストパフォーマンスの高さだったりとか、もう実物を見てね、絶対感じていただけるような人作となっておりますので、今回のですね、ベイフローさんのコラボアイテム、もうね、完売したら再販とかは予定しておりませんので、ぜひですね、この機会にご検討いただけたら嬉しいです。いや、せっかくだったらね、こうやって1年続いたコラボコレクションなので、やっぱ続けていきたいっすよね。まあ、皆さんのね、反響あってこそね、続くコレクションかなと思いますので、ぜひね、引き続き応援していただけたら嬉しいです。はい、というわけです。本当に動画が長くなってしまって、ここまで見ていただきありがとうございます。本当ね、気になる質問だったりとか、そういったものに関しましては、自分のインスタグラムの方だったりとか、そういったところで随時ですね、ストーリー等でご質問を答えさせていただきますので、まあ、この動画のコメントでもいいですし、自分のインスタのストーリーの、ね、質問コーナーでも、どんな細かいことでもいいので質問してもらえたら嬉しいです。はい、というわけで本日の動画も以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さらイベントで会いましょう。